2月2日日曜日、時刻は午後6時を回りました。辛坊治郎サンドイッキッスサンドクルーの辛坊治郎です。薄田ジュリアです。加納恵美子です。どうもキスナーのどなたかな、ありがとうございます。切り絵を送っていただきました。切り絵というのはですね、黒い紙とかを切ってですね、切ったもので線を作っていろんなものを描くという技法ですね。日本伝統の技法ですが、それで、我々3人のまあイラストというんですか、切り絵を作っていただきまして、今あの YouTube 辛坊の旅では動画をこのね、同時並行してっていうか、まあオンエアが終わった後ご覧いただけるんですが、そこの冒頭で皆さんに見ていただいてますけど、お二人なんとか言いなさいよ。はい、はい、すごいですよね。ちょうどお正月の時にあの着物を着て、うん、ね、YouTube 出演させていただいて、すごい技術だよね。はい、すごい技術です。どなたに送っていただいたの？キッスネームがひだり翼さん。ちょっと待って、ひだり翼さんってあのそこまで言っていいんかい。 NP っていう私がやってる番組の、はい、ちょっと前に作ってたキャラクターですね。へえ、へえですか。まあいたんですよ。はい、いいんです、はい。音読みすると中にあの構成作家の方が入ってですね、はい、翼ですみたいなことを言う人がいたんですけど、まあ、わかりました。お便りいただいてます。お便りいただいてます。ありがとうございます。私は辛坊さんと同い年のおっちゃんです。ほうほう、あ、おっちゃんですか。63歳。女性かと思った。うん、男性の方器用ですよね。ほいほいで、で実は現役時代は経営コンサルタントとして働いておりましたが、うん、今は少年時代からの憧れの用務員さんとして働く機会で、少年時代からの憧れの用務員さん用務員、へえ、そうですね。で私は3年ごとの、年初に3年計画の目標を立てております。なるほど。前回は切り絵を極めるという目標を立てて、現在は舞妓さん芸妓さんを中心とした作品をモダン浮世絵と称して作っております。なるほどね。それでお二方がちょうど正月で、晴れ着を召しになってるところが切り絵になって作品で、もう色がついてるの、どうやってんの、黒で線を描いてその向こうにいろんな色の紙を貼ってるの、違うの、よくわかんない。なお、よくわかんないですね。特殊技法ですか、これは。色紙、色紙ですか。色紙、 ありがとうございます。はい、すごいな。どうも、あ、じゃあ大切にあの、ね、はい、あの保管させていただきます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、はい、いろいろこう励ましてくださる方がいらっしゃるんで、うん、もうあんま不景気な話はやめようと、はい、もう思います。というのも、はい、例のあのもう年初にあの週刊誌に全くの捏造記事を書かれたやつですが、顛末の前段部分ってやつをですね、うん、先週末金曜日のあの午前9時に毎週配信しているメールマガジンで詳細に書きましたから、まあ、これ前段なんで、またいつか後段も書くと気が来ると思いますけども、うん、まあ、前段部分に関してはもうこれでほぼ事実関係の大半は書いたかもしれないんでね、いうことなんで、まあ、あの見ていただければ。メールマガジンどうやって読むのという方、辛坊治郎メールマガジンで検索をいただいて、一月300円足す消費税なんですが、はい、今1ヶ月間お試し、無料キャンペーン実施中ですから、とりあえず無料キャンペーン、へえかよ。なんで今のこのタイミングで無料のキャンペーン。実はずっとそうなんです。あ、いや、ずっと、あ、なるほど。ずっと最初の1ヶ月は無料キャンペーンなんですが、はい、だからもう無料の間にやめていただいたらですね、費用かかりませんので自らそれを進めるっていうのいやいやいや、まあまあそんな無理して その、ね、それだけ読むために、うん、あの300円払って会員に、まあ、一月300円ですけどね、うんうん、1回数十円ですけどもや、まあ確かに日本のメールマガジンの中では一番安いし、300円ぐらいならお金取らない方がいいんだけど、だけどよく分かったんですよ、うん、メールマガジンってね、お金いただかないと誰も読まないんですね。これ逆に300円でも毎月払おうかっていうモチベーションのある方は、うん、割と丁寧に読んでくださるんで、だからまあ申し訳ないけれどもということになっておりますんで、払ってるからこそ元を取ろうっていう感じ。まあそこを私の言うわけにいかないじゃないですかね、モチベーションとしては、ね、はい、ただその300円払って読んでいただいてる方はかなり熱心に読んでいただいてるんで、うんうん、本当にありがたいなと思います。てなことで、今週ついにこの間からですね、はい、新型肺炎の新型コロナウイルスの話をこの番組でやるやると言いながら全然やってないだろやるやる詐欺でした、ね、やるやる詐欺またやっちゃいました、うん、だから一から、はい、他の私がやってるラジオ番組なんかでは毎週やってたりなんかするんで、毎週毎週ちょっとずつウイルスも進化してるし、うん、病気の広がり方も変わってるから、うん、その週その週の話で言うとトータルで体系的にお話をする機会はなかったんで、はい、今日はこれ一回だけ聞いたら全部わかるという、全部細かいところから処方の処方っていう
というか一からあのお話をしようと思いますので、ちょっと楽しみにしていただいたらいいかなと、はい、そんなことでございます。はい、はい、それでは参りましょうか。はい、辛坊治郎サンデーキッス。この番組は言っとかなきゃいけないの、はい、でしょ、今日短縮バージョンらしいですね。そうですね、1時間の短縮バージョンです。これからおすかさんが言うんだ。はい、わかりました。じゃあ元にもう一遍、はい、辛坊治郎サンデーキッス。この番組は日曜の宵の口キッス FM 神戸から辛坊さんと私たち2人が素敵な音楽やゲストとともにお届けする情報サプリメント番組です。明日からの1週間に必要なニュース解説、トレンド、エンタメ情報をたっぷりチャージ。今週は1週間の濃縮バージョン。この後午後7時までお付き合いください。今日のオープニングナンバーは久方ぶりのキスネーム大地 FM さんからのリクエストで、鈴木雅之、恋人でした。メッセージもいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。辛坊さん、ジュリアさん、恵美子さん、こんばんは。こんばんは。そしてよ、鍋ちゃん元気か。鍋谷さんにすごい結構よくお便りをいただく第一 FM さんからなんですけど、ありがとうございます。メッセージですが、新型コロナウイルスとても心配です。日本政府の対応が遅く、被害が広がらないか心配です。安倍さんは日本でオリンピックを開催したくないのかとふと思ってしまいます。ところで話は変わりますが、年末からツイッターを始めたのですが、あの大助蓬莱がまさかのラジオ DJ デビューというものでした。そのツイッターを見て思ったのですが、もしかして4月から蓬莱大助サンデーキッスにタイトルが変わったり、まさかの結城豊弘サンデーキッスに変わったりとしませんか。いや、かなり内部事情に詳しい方ですね。その方はしかもさん付けする人しない人をなんか明確にこの方の中で分けています。本当ですね。面白い。はい、あ、でちなみにね、その蓬莱さんの番組が一昨日金曜日の19時からあの放送だったということで、ラジコでねまだ聞けますので。そういえば昨日エカプラスで朝会った時に、はい、あ、始まりましたキスのラジオって言ってたな。それは、そういうことか。あ、ラジコで聞けんだ。ラジコで、はい、聞けます。一応あの番組の中で辛坊さんの話もしときましたって。俺まだ聞いてないんだけどさ、どんな話したんでしょうね。ちょっとラジコで聞いてみよう。はい、はい、ぜひ皆さんも聞いてみてください。はい、はいはい、では続いてはニュース解説です。さらっと言いましたね。この番組春からどうなるとか言わなくていいの。あ、どうなるのか私たちも分からない。知らないですよ。誰も誰も聞いてないんだ、はい、あのね、知ってる、俺も知らない。本当に苦い顔してる。あれ、え、あれ、誰が、あ、なんかあの方どなた。部長何回言うんですか。先行きましょう。はい、はいはい、続いては辛坊さんのニュース解説です。ジローズニュースピックアップ。このコーナーは辛坊さんや私たちが気になったニュースをピックアップ、独自の視点でニュースの本質を分かりやすく解説していきます。さあ、今日はコロナウイルス特集、新型コロナウイルス特集で、この番組では意外とねやってないんで、なんだかんだ言いながら喋る喋るって言いながら他の話してるうちに終わっちゃってですね。そうですね、毎回あれ喋る時間ねえじゃんって話なんで、今日はもう新型コロナウイルスについて一から、お話をいたしますけども、もう私あっちこっちで書いたり言ったりしててですね、はい、何を話せばいいのか、どこから話せばいいのか分からなくなっちゃってるんで、はい、素朴なお二人の、疑問質問に、答える形でちょっとずつお話をしていこうと思います。さあ、新型コロナウイルス、何を知りたいですか。ジュリアちゃんは毎日ニュースでやってるから、ある程度知識があるんでね。で、ある程度知識があると、逆に言うとある程度ね、質問するときって自分で知識があるときの方が聞きやすいこともあるわけで、ね、つまり体系的に人にものを伝えるときにはこういうふうに、ね、あの相手からこう話を聞いた方がいいよなっていうのは、これ多分テクニックの一つなんで。それではジリアちゃんからお願いします。じゃあすごいピンポイントな感じで言っていいですか。はい、ピンポイントでどうぞ。あの中国武漢市、まあ、湖北省からですかね、はいはい、チャーター機で、まあ、それぞれの国がこう自国民を避難させるっていうので、はいはい、まあ、いろんなところがこう中国と交渉してしてます。まあ、多分便数も制限とかある中で、はいはい、一気に全ての国からこう全ての国のチャーター機を中国が飛ばすことはできないっていうので、中国は確か優先順位をつけてたんですよね、国の中で。またマイナーなところから来ましたね。コロナウイルスを体系的に話をするって宣言してるのに、そんなドマイナーな。どこから行った方が良かったんですか。まず基本的に、じゃあ今分かりました、その、日本への帰国便っていうのは、
1,2,3、まあ、4便も飛ばすという話ですけども、少なくともこれ喋ってる時点では3便までが来てます。で1便は206人帰ってきて、うち3人が感染してました、うん、2便が210人帰ってきて2人が感染してましたということで 1,2,3 便なんだけど、うん、これ実はですね、中国政府との交渉がむっちゃ大変らしいんですよ、うん、何が大変かっていうと、中国政府は基本的に武漢からあの外国人が逃げているということを地元の中国人に知らせたくないわけです、うんうんね、で今武漢の空港封鎖されてますよね、閉鎖されてますよね、うんうん、そうすると地元の人たちは、あれ空港閉鎖されてるはずなのに、なんか真っ昼間に外国の航空会社の飛行機がボンボン来てるよねって言うと、うん、なんかどんどん外国人が逃げ出してるって話になるじゃないですか、うんうん、だから日本政府が交渉して、あの日本人がたくさんいますから飛行機4つ飛ばさせてくださいねって言う、ちょ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 4つは多すぎるんじゃないですか、あそれと昼間やめてくださいね、夜中にしてください、うんうん、夜中か深夜、ね、夜中深夜かあるいは明け方、一般 の中国人が、飛行機こう外国人乗せて飛んでくのがわからないようにこっそり来てちょうだい、うんうん、いやだけど日本だけ3機も4機も飛ばさせると、他の国がうちも飛ばさせろって話になって、うん、どんどん外国人が逃げてくっていうのがイメージが悪いので、うんうん、それちょっとたくさんはやだなって話になって、ずいぶん交渉に手間取っていて、だから最初2つ飛行機飛ばして、それで一気に全部帰らすって話が、うんうん、だんだんこうずれてきて、散発的にバラバラしか帰ってこられないっていうのは実はそういう事情なんです、うんで、なんか最初アメリカとフランスがチャーター機を飛ばして避難させるっていう話だったのに、中国側が許可を下ろしたのがアメリカと日本だったっていう最初。あ、フランスにこだわりますね、ジュリアちゃんは。なんそんな優先順位をどうやってつけてるのかなって。まあアメリカはだけどね、うん、やっぱり。今回かなり強硬というか、日本は今のところ、うん、あの少なくともこれ喋ってる段階では、あの外務省の退避勧告ってあるよね、うん、もうここの渡航するのに危険情報、うん、海外危険情報って言ってレベル1からレベル4まであるんですけど、うん、レベル1レベル2だったら、まあ、行かない方がいいよ、不要不急だったら行かないでくださいねっていうのがレベル2、うん、でレベル3だったらもうやめた方がいいですよって、やめなさいっていうのがレベル3、うん、でもそこにいる人は退避避難しなさいっていうのがレベル4、うん、で今回今の段階では中国に関して言うと武漢湖北省以外はレベル2なんですよ、うん、まあ、不要不急の人は行かないでくださいねっていうレベルなんです。ところがアメリカはもうすでに中国全土立ち入り禁止、旅行禁止になってますから、中国に行けない、もうアメリカから中国に行っちゃいけませんよっていう、渡航禁止勧告出しましたから。逆もそうですよね、中国からの受け入れに関してはごめんなさい、僕それ今のところ情報がないですね、今喋ってる段階では、はい、日本が、まあ、中国からの受け入れを、いや日本は少なくともこれ喋ってる段階では湖北省に過去2週間かなんかいた人間と、湖北省発行のパスポート、中国のパスポートを持ってる人、うん、だから湖北省発行の中国のパスポートだから、本当は例えばシンガポールに住んでます、湖北省のパスポートを持ってますっていう人も日本には入ってこらんないっていう、入国拒否って入管法で禁止、これは日本では今まで例がないんですよ。特定の地域から来る人だけを一方的にもういきなり入国禁止にするっていうのは過去例がなくて初めてのケースなんですが、SARS の時もなかったんですか。ない。そこまで強、まあ、ある意味強硬な方法っていうのは過去ないっていうから、そのぐらい危機感はあるんだよねって話なんですが、はい、だから今日はコロナウイルスの根本から話をするって言ってるのに、そこじゃないでしょ質問は。じゃあ恵美子ちゃんから質問を。これ症状って、はい、そんなに重くない。そこなんですよ、はい、で元々このコロナウイルスっていうのは昔から、鼻風邪みたいなものを発症させるウイルスということで、まあそんなに厳しくないよねって、そんなに重篤な症状は出ないよねっていうことで、4種類のコロナウイルスっていうのが知られてたんです、うん、でその4種類のコロナウイルスっていうのが知られてたんだけれども、突然2002年に一部が凶暴化するわけですよ。これが初めて生まれた凶暴なコロナウイルスなんです、うん、これがコロナウイルスでいうと、それまでには4種類、まあ、比較的安全中か、まあ、安全じゃないんだけど、一応風邪は引き起こすんだけど命にかかりのことにはならないよねっていう風邪のウイルスとしてコロナウイルスが知られてたんですが、その4つのウイルスに加えて凶暴なウイルスが突然2002年に誕生したんです。でこの2002年に凶暴なウイルスが誕生した時に、中国政府は3ヶ月間情報を隠したの。で情報を隠したもんだから、一部デマが当時飛んで、なんか中国で開発した細菌兵器が漏れ出したんじゃないの、だから中国は隠したんじゃないのっていうデマが飛んだぐらい、ちょっとやっぱりそれやっちゃいけないだろうっていうことを中国がやって、で
たくさんの方が亡くなり、この時はね、あの結果的に1割ぐらい致死率かな、当時のデータがどっかにあるんですけども高かったですよね。でもね、 SARS はまだマシで、その後に2012年かな、そこから10年ぐらい経って、これが5番目じゃなくて、1,2,3,4,5,6 番目のコロナウイルスということになりますよね。だから凶暴化したコロナウイルスの2番目のコロナウイルスっていうのが、SARS ウイルスが誕生した10年後に中東発ってラクダが媒介してる。もともとどうもそのコロナウイルス全部はもともとはコウモリが、自然宿主、宿主は宿の主って書くんですけど、ウイルスって、大抵のウイルスそうなんですけども、ある動物とずっと共存というか動物の中に潜んでいて、その動物に感染している限りは、例えばコウモリ、なんでコオロギなんだコオロギから、はい、でコウモリに感染してる限りコウモリに悪さはしないんですね、だからコウモリから多分もう一旦別の野生動物に移り、そこから人間に移るっていう風にウイルスが変異を遂げていく間に凶暴化していって、もともとそんなに怖くなかったコロナウイルスがまず最初に変異したのが2002年、これが SARS ウイルス。ところがこの SARS ウイルスは翌年完全に消えるんですよ。これもね、実は一部に謎と言われてます、今もうないんですよ、自然にもうなくなっちゃったんですよ、 SARS ウイルスっていなくなっちゃった。それは抗体の薬ができたとかそういうことじゃなくて、突然消えたんです。でこの時には隔離に成功したんです、なんで隔離に成功したかっていうと、あの今回のウイルスの怖いところは後でゆっくり話しますけれども、SARS ウイルスも MERS ウイルスも2012年に誕生したそのラクダが媒介すると言われている凶暴なコロナウイルス、凶暴なコロナウイルスの2つ目ですね、両方を発症しない限り感染しない、だ発症してる人しか感染しない、となると発症した人を見つけてその人をちゃんと隔離さえすればそこで病気は止められるんです、そこで病気が止められるんです、で SARS はそうやって止めたんです、だからまあ発症してる人は全部集めてきて全部隔離して、そこからさらに他の人に移らないようにしとけばそこで止まりますから、でそれで止まったんじゃないのっていうのが一般的な理解ですが、だからさっきのデマの流れで言うと、もともと細菌兵器として作ったもんだから、中国としては多分対処する方法があって消したんだろうっていうような噂も当時飛んだぐらい突然なくなったんですよ、実は。だから SARS ウイルスはもう自然にはないです、研究所にはあると思いますけど。でそこから10年後に MERS ウイルスっていう中東発のラクダが媒介する凶悪なコロナウイルスが出て、そこから7年経って急に新しく出たというのが今回のコロナウイルスで、だから凶暴なコロナウイルスの3番目、コロナウイルスとしては7番目の変異系っていう、ということになりますね。で今回はその SARS と MERS より違う恐ろしいところは、 SARS、MERS はさっき言ったように発症しない限りは感染しないから、発症者を見つけてきて隔離さえすれば病気は止められる、ところが今回ははっきりしたのは、あの206人最初に帰ってきた第1便の人たちのうち、3人発症してるっていうか3人感染してるのが分かったんだけど、2人は発症してないんですよ。で単にウイルスを持ってるだけの話、それはウイルス検査したから分かった、だけどこれはたまたま武漢から帰ってきた日本人だから全員検査しますよって言って、最初の検査で2人嫌だって言った人がいたんだけど、その人は後からもう一遍受けさせてくださいねって言って受けたらしいんだけど、でも206人帰ってきて全員に検査をしてみたら、たまさか感染発症してないけれども感染してる人が2人見つかった、これあの武漢から帰ってきた人だから検査してるだけで、そうでない人は検査してないから、その人がウイルスを持ってるか持ってないかなんか分かんないんです、普通は、ということですね、分かりますね、となった時に恐ろしいのは隔離のしようがないんですよ。そうですよね、無症状だったら分かんない。無症状の場合、普通のウイルスは発症しない限り体内のウイルス量が少ないから、人にうつすことがないっていうのが一般的な理解なんだけど、どうもこれ調べてみたら、その発症してない、男女2人を調べてみたら、1人はウイルス量がかなり少なかったんだけど、1人は発症してる人と同じだけのウイルス量があった、つまり人に感染さす恐れがある、だ感染さす恐れでいうと、発症して症状がある人と、症状がないんだけど自分は何の自覚もないんだけどウイルスの検査したら発症してる人と同じだけのウイルス量を持ってる人がいるということが今回初めて分かって、これは恐ろしいねと、つまり本人も分からない、周りの人も分からない、だけどその人は感染力がある、ただし発症してないから
感染者ってこの病気は風邪みたいなもんだから、うん、咳したりなんかすると飛沫が飛ぶと、はい、発症してないと飛沫は咳はしないからそういう意味での飛沫は飛びにくいけれども、うん、何か触ったりしてそれをまた触るといやそういうよりもね、うん、まあ今回そのそうやって二次感染人人感染で日本国内で、うん、バスのまず運転手さんが出ましたよね、はい、でその同じバスにおそらく乗っていて同じ中国人のグループから移ったであろうというバスガイドさん発症しましたよね。奈良在住の方ですね。バスガイドさんって、うん、運転手さんよりは他に感染させるリスクが高い。そうですね、話しますもんね、はい、と運転手さん黙ってて運転するだけで仕事になりますけど、うん、バスガイドさんは喋らないと仕事になりませんから。そうですね。でバスガイドで喋るときにどうだろう、普通バスに乗って観光バスに乗って、うん、バスガイドさんマスクして喋ってるケースってあんまりないよな。ないですね。本当に喋るよね、喋、はい、ると当然唾飛ぶよね、うん、これ完全な感染源だからね確かにね、はい、丸ごとバスに乗ってる人たちは可能性があるっていうことですよね。それで、今週の金曜日に新たに日本人じゃなくて日本人じゃないんですよ、実はこのガイドさんっていうかバスガイドさんも中国籍の人かな、だから日本で長く仕事をしてますから、で、金曜日に新たにあの感染が確認された3人というのがいるんですが、金曜日に新たに感染が確認された3人のうちの2人は第2便で帰ってきた人を検査したら、うん、見つかりましたよって話なんですが、もう1人は、バスのやっぱりガイドさんなんですが、このバスのガイドさんは、うん、あの最初に発症した運転手さんと、うん、一緒のバスのツアーにいた人なんだけど、うん、最初の武漢から来た観光客と一緒にいたのは運転手さんで、うんうん、そのバスガイドさんは次に大連から来た人を運んだ時にあの乗っていたバスガイドさん、はい、で大連って武漢と違って感染者数が非常に少ない、うん、だからそれは大連から来た中国の人から移ったんではなくて、うん、その運転手さんから移ったんじゃないの、つまり日本国内における人人人人人人感染、まあ、いわゆる三次感染なんじゃないのっていう、うん、となるとね、もうこうなったら多分止められないね、うん、で相当数もうこうやって喋ってる、こうやって皆さんがラジオを聞いてるこの時間も潜在的にウイルスを持って運んでる人がもうかなりの数いるだろうと思います、うん、で発症してりゃその人見つけてきて隔離したらいいんだけど、うん、発症しない人もいるわけです。発症しないけれども大量のウイルスをばらまいてる人もいると、うんうん、いうことになると、このウイルスは SARS、MERS と違って止められないんじゃないのっていうと、隠れ感染者ってことですもんね。そうですね。ただし逆にあの SARS、MERS よりは、まあ、あのちょっと怖くない話があってですね、うん、SARS っていうのはだいたい死亡率1割と言われてます、うん、MERS が死亡率3割、ものすごく高いね、うん、感染した人の3割死んじゃうっていうんだから、恐ろしいですね。で今回の新型のコロナウイルス、新型肺炎のこのウイルスは当初死亡率 2% って言われてました。で実際に、金曜日土曜日のデータで1万1000人ぐらい中国 全世界で感染者がいますよ、そのうちの258人死んでますよっていうようなデータが出たら、まあ、確率的に言うと 2.5% とかそのぐらいの確率ですよね、死亡率は 2.5%だけど実際そんなには高くないみたい。というのは今中国が発表しているのは1万人とか1万1000人なんだけど、うん、実際に感染している人はとてもそんな数字では済まないっていうのが分かるのは、うん、だって第1便で中国から帰ってきた人は206人ですよ、日本人、そのうち3人が感染してたんです、うん、第2便で帰ってきた210人のうち2人が感染してたんですということは、中国武漢で暮らしていた日本人の感染率って 1% から 2% すでにあるってことですよね、うんはい、で中国で暮らしている、武漢で暮らしていた日本人と普通に武漢で暮らしている中国人で、それこそなんとか海鮮市場にも行ってるような人たちが山ほどいる。多分おそらく日本人ってその野生動物なんとかネズミ売ってるような海鮮市場で普通に日常的にそこ行って買い物する日本人ってそう多くないと思うんだよね、うん、となると一般の中国の人よりは日本人の方が感染リスクが低かったはずなんだけど、それでも 1% から 1.5% の人は感染しているということが帰国者のデータから分かるわけですよ、はい、武漢の人口って1100万人です、うんね、1100万人、それにこのパーセンテージを掛け合わせると
日本人と同じぐらいの感染率だと仮定しても10万人から15万人は実はもうすでに移ってるということです、うんうん、感染者がいるという、はい、という理屈になりますよね、うんはい、でおそらく日本人より感染率は高いはずだから、例えば仮に 2% としたときに、うん、武漢の人口をかける 2% だから少なくとも20万人ぐらいはもうすでに感染者がいるっていうことですよ。20万人感染者がいて、うん、死亡者が258人っていうこの数字を信じるとするならば、感染率は 2% 今死亡率 2% と言ってますけど、実際の死亡率は 0.1% ぐらいなんじゃないのっていう計算が成り立つ。だからまあ1000人感染して1人ご高齢の方が亡くなるかっていうぐらいの病気、だからまあ MERS みたいに感染した人の3割が死ぬというような、あるいはエボラ出血熱みたいに半分ぐらい死んじゃうとかっていうような、そういうウイルスでもどうもなさそうだ。だからいい話と悪い話と両方あって、悪い話は今までのコロナウイルスが凶暴化した SARS、MERS に比べるとずっと感染しやすそうだって、感染を止めるのは難しい、潜在感染者が人にうつす可能性がある、はい、って可能性があるというか、もううつしてるのがもう証明され、うん、まあ、これされてないんだけどね。だけど少なくとも潜在感染者が発症者並みにウイルスを持ってるから、うん、多分感染リスクはあるだろうっていうのが、はい、まあ、学者の推計なんで、うん、だからまあ非常に感染は止めにくいんだけれども、うん、実際の死亡率は相当感染者がいるということを、まあ、勘案すると、うん、まあ、インフルエンザよりちょっと怖いかなっていうぐらいの死亡率だろうということで、そんなに過剰に恐れる必要はない。そうですね、感染率は高くても致死率は本当インフルエンザとトントンぐらいの、ね、だから問題はだからここに例えば4人ね、構成作家の鍋谷君も入れているよね、うん、そうするとまあ20代、はい、30代、20代です、ごめんね20代、20代、30代、はい、20代とおーおーいるわけですよ、はいね、そうすると今中国の発表を信じるとするならば、亡くなっている方のかなりの割合がご高齢の方、うん、あるいは他の持病を持っている人たちなんです、うん、そうするとまあこの4人が感染したとして、まあ確率的に健康な、ね、1000人に1人ぐらいの致死率だとすると、健康な3人はというか若い3人20代2人と30代の1人はまあ命に関わるのことは常識ではないだろうね、うん、残る私もですね、まあ1000人に1人ぐらいの死亡率だったらよっぽど運が悪くなきゃ死なねえべっていう話。ただ高齢、うん、まあ高齢、しもさんのこと高齢とは言わないですけれども、持病を持たれてる方とか年を召された方とかは怖いですよね。例えばまあジュリアちゃんが感染してます、うん、発症しましたってゲホゲホ言ってます、うん、まあ、自分の命は関わらないけれども、うん、でも自分がゲホゲホして、はい、これも新型コロナにかかったかなと家でゆっくりしてよと思った時に、うんうん、当然警戒するよね、人にうつしちゃいけないと思うから、うん、おじいちゃんおばあちゃんがいたらおじいちゃんおばあちゃんには接触しないようにしようとかって考えるから、うん、はい、そこでおじいちゃんおばあちゃんには感染させずに済むかもしれない、はい、だけどこの新型コロナの怖いのは、うん、発症しないケースも結構ある、うん、結構あるみたい、はい、だからジュリアちゃんは実は大量のウイルスをばらまくような体内にウイルスは増殖させてるんだけれども、うん、自分も気がつかないから家へ帰っておばあちゃん、はい、おじいちゃんと接しておじいちゃんおばあちゃんにうつしちゃうとなると、おじいちゃんおばあちゃんは発症した上で、うん、重篤な肺炎を引き起こして亡くなるということもリスクとしてあるので、うん、そこが怖いところ。そこが怖いですよね。そこが怖い、このウイルスの怖さはね。だからまあ予防という意味でもそうだし、自分がかかってるかもしれないという気持ちを持ってマスクをしてた方がいい。だから、はい、そうなんです、うん、でマスクエチケットっていうのは咳エチケットで、やっぱりうつらないっていう予防の効果があるかどうかに関しては学者の間で議論になります。だけど、ね、これよく言われるのはインフルエンザの話なんですよ、うん、はい、インフルエンザって空気感染しますから、うん、だからマスクって横に隙間がいっぱい空いてるとあんま意味ねえじゃんっていう人多いんですけど、うん、飛沫感染の場合は、うん、空気感染じゃないですから、厳密に言うと飛沫だから、うん、はい、だから多分マスクは飛沫を防ぐっていう意味においては、うん、インフルエンザのウイルスは防げなくても、うん、新型コロナは防げる可能性はあるということで、だから感染予防に多分マスクはインフルエンザ以上には役に立つんじゃないかのかっていう気がします、うん、はい、で同時に今ね言ったように、自分がもしかすると大量のウイルスをばらまいてるかもしれない、うん、でも自分は発症していない、うん、でも人にうつしたくないっていう時にマスクは確実に有効ですから、はい、でちょうどほらこの時期花粉症の季節でもありますから、はい、とりあえずみんなマスクしといた方がいいかもしれないね、しばらく。ただね、どこ行っても売ってないですよね。
今日たまたま恵美子ちゃんとここに来る前に薬局で、はい、なんか普通に同じ商品見て気づかずパッて横見た恵美子ちゃんだったみたいなことがあったんですドラッグストア、はい、はい、ドラッグストアでえマスク売ってなかった売ってないですね、ソールドアウトですべて、はい、自分で作るかな、あただね何で作るの、あのね神戸の商店街、うん、あの元町商店街のお茶屋さんに、お茶屋さんマスクが売ってました、はい、お茶屋さんのマスク、はい、はい、で俺なんでマスク売ってるんですかって聞いたら、なんかたまたまその会社の倉庫にいっぱいあったので、なんか皆さんマスクが欲しいみたいなので今売ってますそれ商売するお茶屋さんの会社の倉庫にマスクがたくさんあった、まあ、なんか分かんないですけど業務用でなんかねお茶を触るときとかに使うのかなって思って、ね、工場の方とか、なるほどね、はい、でもマスクって昔はガーゼで自分で作ったりしなかった、あですよね、その私小学生の頃給食当番の時にガーゼのマスクしてましたけど、ガーゼこう折りたたんで、はい、で輪ゴムつけりゃマスクの代用にはなるよね、なりますよね、でもなんか今そうそれで言うとあの中国の人たちなんかペットボトルつなぎ合わせてなんか防護マスクみたいなしたりとか、あの何ネットあのなんだストッキングみたいな頭がかぶってる人もいたりとか、結構いろんなねあの予防というかアイディアが、だから飛沫を吸い込まない飛沫を飛ばさないという目的だったら、うん、確かにペットボトルかぶる、かぶるそうとか口元にこうつけたりとかとか、はい、うん、だから使用済みが売られてたりも、あ中国ではあるみたいですね、あの使用済みのマスクを拾って集めてバケツに入れてる人が売るんじゃねえだろうなって怒られて売りませんって言ってるっていうシーンがテレビでありましたけど、だけど、はい、アルコールで除菌ができるんだったら、うん、人が捨てたマスクを大量に集めてきてしっかりアルコールで除菌、やだやだやだどうですかね、まあ、最近そういう洗ってもう一度使うみたいありますけど、さすがに人が使ったものはねえあ除菌すればいいじゃないか、ね、でも人が使ったやつは自分のやつでもなんか嫌ですもん、うんうん、そうそう、うん、どのくらいで捨てるかとかって性格出るよね、はい、性格出るよね、もうなんか同じマスクずっと折りたたんでポケットに入れて、これそのマスク いつの、うん、3年ぐらい前、それじゃないでしょ3日前とか言うのかなと思ったら、去年のジャンパーをあの1年ぶりに出してみてポケット手突っ込んだらマスク入ってるからこれでいいんだみたいなほら、それはしない、菌の温床ですよね、 ねえでも小学生の頃はそのガーゼのマスクをなんか1週間とか給食の時にこうやってつけてたんで、今考えたらちょっとゾッとするなって思って、そうだな、はい、だけど飛沫を飛ばさないっていう目的なら別に、確かにその目的ならそうですよね、ただなんかその1週間給食袋の中に毎日入れてたやつを、なんかの感染予防になるかって、それはまたちょっと別問題でね、はい、あれだけど、だけど今回目から移ってるっていうケースが結構あるんじゃないのと医学者は指摘してます。あで、目も粘膜ですから、だから飛沫感染なんで、飛沫感染なんで何を気をつけなきゃいけないかというと、当然人が出した咳との飛沫を浴びない、で浴びないっていうのは例えば 目って飛沫浴びやすいところなんで、うん、まあ、ゴーグルして歩くわけにもなかなかいかないんだけど眼鏡だけでもだいぶ有効かもしれないと、それからそうですね、あと接触感染なんですよ、うん、で空気感染って空気中にあの浮遊するほど小さなウイルスではないらしいので、うん、あの空気感染じゃなくて飛沫感染で、その飛沫がテーブルに当然わーっと喋ると飛沫がテーブルにつきます、それを手で触ります、触った手で顔を触ります、顔を触るということは、まあ、目とか鼻とか口とかの粘膜からウイルスが侵入する可能性があるんで、うん、手を洗いましょうっていう、そういう理屈になるんですが、うん、あれこの番組で2人が言ったんだっけ、化粧してる と大丈夫かもしれないみたいな、違う、あ2人じゃないか、あれ、うん、違う、その話題にならなかった、あのね、はい、化粧してる女性はあんまり顔触らないっていう話があって、うん、化粧してないと顔触っちゃうけどって、俺ね結構みんな無意識で顔って触るんですよ、触ります、で無意識で触るんだけど、うん、ある方が言うには、いや化粧崩れしてるから私は化粧してる時にはめったに手は顔触らないっていう人がいて、あ化粧してる女性の方がもしかすると感染率低いのかしらとか思ったりするんだけど、あでもそれはあります、なんか私目が痒くなった時に化粧してたら絶対我慢するんですけど、もう化粧落としたら目かいちゃいますもん、化粧してたら目かかないんだ目かかないです、我慢します、あかゆかゆかゆって思って、どうなんの、目が真っ黒になるからです
あのマスカラとかをしてるんで、はいはいはい、触れないんだ。それを触っちゃうと真っ黒になるんで、はい、あながち冗談ではないかもしれない。男性の方が若干感染率高いんですよ。おじゃあそれあるでしょうね。いやそれは分かんない。だから男性の方がもしかすると外広く出歩くから感染率が高いのかもしれないけれども、ただデータ的には男性の方が若干感染率がこのウイルスに関して高いのというのは今までのデータでは出てます。はい、あのくしゃみとか男性の方が大きかったりするじゃないですか。ヘクシャン、どこ3メートル4メートル先まで飛んでるんじゃないかみたいな。確かに確かに、女性と比べると飛ぶ量、それは飛ぶ、それ受ける側は男性女性いるわけだから今のは理屈だらけだわ。それ感染させやすい人そうですね、まあ、スーパースプレッターみたいな人は男性が多いんじゃないかなって私は勝手に思ってますけど。それは確かにあるかもしれない。だからもうこのウイルスに関してはさっき言ったようにメカニズム的になかなか感染防止するのが難しい状況に今もう入りつつあるので、とにかく人にうつさないで、自分はもしかすると発症してないけれども人に感染させる立場かもしれないという意味でマスクしたり、それからまああの手洗いね、そのあたりをすると、それしかないかなという感じですね。まだ今日全部話し切れてないんで来週も引き続きあのあんまりコアな質問じゃなくてもっと一般的な、ジギアちゃ ん、 じゃあ WHO の話をお願いいたします。その話むっちゃ面白いんだよこれあれそれ伺いたい。今日時間ないから、まあわかりました、じゃあ今度やります。 WHO、 もう WHO の今の事務局長ってこのエチオピアで中国どっぷり使ってるからね、はい、今回その影響すごい大きいんですが、またじゃあ来週、はい、やります。はい、以上ジローズニュースピックアップでした。さて今日はですねゲストの方にもお越しいただいてるんです、ね、はいはい、本日スペシャルゲストです、はい、ジブチのゾウさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。今ジブチのゾウさん、改めジブチにいないゾウさん、はい、ありがとうございます、はい、キスナーの皆さんでこの番組を継続的にお聞きの皆さんはご存知だと思いますけれども、昨年末私とエミコちゃんが、ジブチの自衛隊の皆さん取材に行きましたけれども、はい、その行くきっかけになった方でこの番組に、ずっと連絡メールをいただいてお手紙をいただいてたんで、まあ、そこから交流が始まって、最後は防衛省ジブチ共和国に許可を取ってジブチに行くことになりました、はい、その企画を作ってくださった方が、息子さんと一緒にスタジオに遊びに来てくれたと、こういうことでございますよ。はい、ありがとうございます。今どちらにお住まいですか。千葉県の某、某千葉ですか、はい、今日千葉からいらっしゃったんですか、はい、飛行機で、飛行機で、飛行機で、自衛隊の、いいそんなプライベートで、マイルが溜まってるのでマイルを消化してまいりました。なるほどということは、まあ基本的に自腹ということですね、はい、自腹でいらっしゃったんですか、はい、あら、まあ、ありがとうございます。他に何かついでがあってですか。息子がなんか原爆動画見たいっていうので明日広島に行きます。明日広島に、はい、大阪神戸経由で広島にいらっしゃるということですか、はい、そうですか、でいついらしていつお帰りですか。あの今日来て明日帰ります。あらも、はい、あら世話しないですね、はい、でジブチにいらっしゃってて、うん、この番組って何がきっかけでこういう番組があるということに気がついたんですか、ジブチで。まあ、あの辛坊さんの日本放送って言った場合にずっと聞いてたんですけども、はあ、それで、ね、そしたらなんか神戸で新しい番組始めたって聞きまして、ええ、それはなんか聞ける方法ないかなといろいろ探って、はあ、で YouTube を見つけてそれで、はい、ありがとうございます、そうだったんだ。そうですか、それあれですか、 YouTube でこう見つけて、だけどあの今回取材に行って分かったんですけど、あの自衛隊の基地っていうんですか、あれ駐留基地って何ですか、正しくは何て言うんですかね、あれは基地でいいんですか。拠点ですか、はい、分かりました。自衛隊の拠点って、Wi-Fi 回線が細いから動画見るなって書いてあるじゃないですか、はい、ということはあの自衛隊の提供してくる Wi-Fi 回線では動画見られないということですよね。そうですね。どうされてたんですか。現地の SIM を買って、はい、それをあのプリペイド課金して、はい、1ギガが4日間使えて300円くらいなんですよ、はい、1ギガ4日間使えると300円、はい、それを1ヶ月間、そうすると28日、2800円払うと1ヶ月聞けると。 ありがとうございます。制限なしなんですか。いやだから1ギガ、1ギガですから1ギガか、はい、結構少ないですよね。でも、いやでも1ギガだったらそこそこ使えるか、 YouTube だったら大丈夫。いや大丈夫ですか、はい、ギリギリ。そうなんだ。あの 144p くらい落とせば大丈夫です。ちょっと画質を落として、はい、いやありがとうございます。
ということはお金払って聞いてらしたわけね。え、貴重なギガをね、本当に、はい、そう、我々も行った時にそれまたね、うん、結構めんどくさいんだよね、はい、携帯電話使うのに、はい、SIM もなんかねそうなんですよ、なんか番号自分で打ち込まなきゃいけなかったりなんかして、うん、結構めんどくさい、はい、しかも SIM カード買いに行ったら結構時間かかりますよね。あのパスポートを提示して1人2枚買えるのかな、 SIM カード、はい、でその買うのに大体国が国なのに10分15分20分そうですよね、はい、かかります。私も、はい、買いに行ったんですけど、はい、結構 SIM カードも待ってるだけなのに20分ぐらい待たされて、そうなんですね、はい、こんなの3秒で終わるだろうって思ったんですけど、全てがそういう国なので、はい、大変なんだよ本当に。だってね、ほらもういろんな世界中の国行ってるけども、今まで少なくとも行った国の中で確実に言えるのは一番娯楽の少ない国だよね。はどうですか、ジブチの蔵さん。あと映画館がやっと1個、映画館あるんですか。バーディーモールの中に、あのバーディー1個だけあるモールの中に映画館できました。あ、そうですか、はい、どこの映画、あ、ハリウッドやってるんですか。ハリウッドの映画やってました。だいぶ大きいですね、それができたことで。そうですね、ちょうど8月9月ぐらいにできました。それまで映画館もなかったんですか。映画館もなかったです。国に、国だよ、町じゃないよ、国に映画館一つもないってどうよ。確かにね。そういう、じゃあ映像っていうものは今まで見られなかった DVD とかあったんですか。 DVD はあの上流層はどうやらフランスから買って持ってきてるのかなとか、街中で売ってるのは見たことないな、はい、フランス系の人たちが結構そういうのを自分たちの娯楽であのバカンスで帰った時に持って帰ってきたのを回してるとか、そんな風には聞きましたね。自衛隊の皆さんってその娯楽ってどうしてるんですか。もうあの中にあるものだけで、基本的にはあの駐留地の中にあるだけっていうと、はい、図書館がちっちゃいのがありますよね、はい、図書館の本を読むか、はい、あとは DVD のなんかありますよね、はい、それをなんか見るか、はい、でも退屈ですね。まああの日本にできない時間がいっぱいあるので、例えば運動する、どうしても通勤とかでみんな時間普段取られてるので、はいはい、向こうにいると通勤ゼロなので、うんうん、それはそうだ、はい、だからその時間、食住一緒ですから、はい、その時間が結構いろいろと有効に使えて勉強する人もいるし、うん、運動もそこで極めちゃう人もいますね、うん、もう体改造して帰った人いっぱいいる。いやいや、我々取材に行ってる間も日暮れが近くなるとみんな走ってんの、うん、それは何、自分を鍛えるため。そうですね、私は朝5時に起きて1時間走って、それから夕方6時くらいに1時間走るのを日課にしてました。それ趣味でされるってこと。はい、ほとんどの人はもうそれがストレス発散と、まあ、消化させるために運動ですかね。ジブチの蔵さん、朝晩を2時間走ってるような体型ではなさない。こう見えて走るんです、実は。そうなんだ。もともと体育会系なんで。もともと体育会系なんで。割とあの割とこう、はい、ふっくらした雰囲気な、はい、ふっくらしてます、はい、ふっくらしてても走れる、はい、はえ、妊婦で体を動かすのにそれとまた別で体を動かすんですか。やっぱり自分のためですよね。いや、自衛隊の人ね、体鍛えるの好きな人多いよ、うん、多いですよね、はい、なんか趣味みたいにして体鍛えてます、結構それはやっぱり一回何かあったらほらお国のために頑張ってもらわなきゃいけませんから。そういうことですね。そらねえ、防衛出動だってそうだし、災害出動だってそうだし、うん、体が資本ですからね。災害出動でその辺こうね、道塞いでる 流木みたいなやつ持ち上げるんだって体力いりますからね、うん、確かに。あの大雨降った時もそういうサポートもされたんですよね。そうですね、みんなあのいろんなあの、まあ、なかなか普通砂漠地帯なんで雨は降らないのに、うん、3日間で3年分雨が降っちゃったので、うん、もうそうなると排水設備がないから結局すごい洪水になってしまって、うん、いろんな、まあ、いろんな支援要請があればそれに応えていったというのは正しいと思うんですけど、まあ、うん、細かいとちょっとね、その言えないこともあるんで、うん、ジブチの蔵さんは我々が行く前にもうね、こっちに帰ってこられたわけですが、いつ行っていつ帰ってこられたんですか。ちょっとそれ は、 あ、それは、はい、あ、なんか言えない話なんだ、はい、ごめんなさい。ああ、わかりました。あの今日突然あの、ね、最初はスタジオ見学にいらっしゃって、うん、息子さんと一緒にいらっしゃってるやつを無理くり引っ張り出しました。だからあとジブチの蔵さんという匿名で、うん、なんか喋れる範囲ということで、うん、お話をいただいてますから、はい、そうですか。じゃ あの防衛装備はどんなのがいいですか。オフレコで、オフレコで。ここでは話せないという、はい、
え、暑い時ってどのぐらい暑い気温上がるんですか？最高で、ただその百葉箱の中にきちんとある温度計じゃないので、これが管理された温度じゃないですけど、57度くらいまでは。57度、はい、57度の暑さってどんな感じですか？サウナにいるのと全く同じ、ドライヤーの温風をずっと浴びてるような状態です。人間ってそれでも知らないんですね。慣れるんですよね。へえ、そうなんだ。ただ大概の人はバテます。あとお腹壊します。ね、我々もね、はい、めっちゃお腹壊してきて、でそれが何が原因か分かんないんですよ。だって自衛隊の皆さんは基本的にその駐留基地の中にある食堂でご飯朝昼晩食べますよね、で水もペットボトルの水で、それのあのペットボトルの水も水質検査された上の水じゃないですか。それでもお腹壊します。日本の水よりも硬水なんですよね。だから硬いんだ、はい、日本人がお腹に合うかどうかって言われると、硬い水はやっぱりお腹壊す人多いですよね。それともう一つ気がついてないのは、ええ、食器を洗う水、はい、氷を作る水はっていうことなんですよ、ええ、それはやっぱり現地の水道の水ですよ、どこで買うても、その水までペットボトルの水使えないですよ、自衛隊の基地の中でも。やっぱり食器を洗う水は普通の水道の水使う。一応その水道局からもらった水がありますので、それをろ過はするけど、完全に除菌ろ過ができてるかどうかっていうのは毎回検査するわけじゃないからね。だからね、私は自衛隊の基地の中で働いてる方は、うん、まあ割とリスク低いかろうと思うんですけど、我々はそうじゃなくて、外で取材をして、はい、外の民間のホテルで、民間のレストランでご飯を食べてっていうので、最終日全員やられました。はい、大概の人は1週間、赴任して1週間くらいお腹壊します。うわ、私は残念ながら壊さなかったですけど、強い。普通100人来たら95人壊します。そういうもの、ね、じゃあ普通のことなんですね。じゃあ普通だったんだ、はい、我々はね。そういうことか。ということで、今日はせっかく来ていただいてですね、その上キスナーの方に何かプレゼントいただけるって聞いたんですけど、はい、ジブチ土産がないって言われてたので、一応、はい、ジブチで作ってるラクダのこう軽石なんです。軽石じゃなくてワッペン。ワッペン、ワッペンです。はい、後で。はい、そうだ、我々はい、あの時お土産いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、大切にしております。はい、2人は民族衣装を着て、この番組で喋っていただいたこともありますので、はいはい、じゃあこれから千葉に帰っていただいても、本当に千葉だとラジコで聞けますから。はい、ラジコ、はい、プレミアム、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。ゾウさんからのプレゼントなんですけれども、はい、キス FM のプレゼント応募フォームから、応募していただければなと思います。はい、いうことで、普段はゲスト、詳しくはツイッターをご覧ください。普段はゲストの方いらっしゃるとですね、YouTube 辛抱の旅用でカメラ振るんですけども、今日はあくまでも匿名で来ていただいてますから、はいはい、カメラは向けないということで、お声だけを頂戴しました。いや、ありがとうございます。もう一回行かれる予定はあるんですか？ないですね、もう年齢的に。あ、年齢的に。ちなみに年齢もあれですか？分かっちゃいますよ、誰かね。あ、そうか、はい、じゃあそれはなしということで、はいはい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。また来週。失礼します。